ホンじゃ足りない何かを僕にくれるんだ。いつか必ずこの広い空を自由に飛べる飛行士になるよ。光よりも速いスピードで夢を追いかけたい。また来ちゃいました。毎度はい。もう、ね、すいません。すごい。最多出場ですもんね。はい。そうだね。そうなんです。ジェスマルストーン。はい。いやあ、千の君。お前なんであげてる。そんなことお前許されるとか。あのですね。あの休みの日って。はい。お、何やってるのかな。何で何で出してるんですか声が。すごい興味がある。あ、そうですね、うん、1日しかお休みがないときは、うん、ほとんど家にいます。デブショー、はい、そうですね、家で何してもうほとんどもう常にパジャマ。あ、パジャマ、パジャマのままもうゴロゴロしてます。ちなみに何色ですか。あ、これはね、ね、これ大事よ、聞きたいですね、うん、はい、そうです、あの夏は、うん、あの黒地に白の水玉模様のパジャマ。もちろん綿薬。綿薬はい、なんかでもこうシルクとか着てみたいですよね、大人になったら。こう大人になったら似合いそう。その大人になったらっていう。だって早見さんはシルクですよ。早見さん、ね、超早見のことですか。これはね、基本でしょ。じゃあ他に何人、じゃあ告んなよ今日は。はい、ちょっとね、情報で、はい、ピアノやられてるっていうの聞いたんですけど、はい、ピアノ、うん、結構弾き語りとかやってらっしゃる前から。結構そうですね、うん、あの小さい頃にずっとエレクトーンを習ってて、うん、あ、自分のライブの時にちょっとピアノの弾き語りやってみようかなと思って、うん、やり始めたの。いいなぁ、いいなぁ、聞きたいですね、はい、でも最近あんまりやってないのでちょっと怠けちゃってます。じゃあここで行っちゃおうかな。おっと、出たよ。来たよ。怖いですね。これ怖いよ。いきます。いやらしい。実は、さえこちゃんは、いそまだだから、まだまだ行ってないの。初舞台が、幼稚園のクリスマス会でやった火の役だった、しかもアフロヘアで、ガッチャンカットだったというのは本当。ガッチャン、待って、アフロヘアだったの幼稚園の時は。そうなんですよ、幼稚園に入る前ですね。3歳くらいの頃はアフロでした。でも初舞台が火の役っていうのは、それはね、嘘。忘れてたよ。ちょっと、ちょっとね、年長さんの有機会的にピーターパンのウェンディをやったんです。おー、うん、おー、ちもいいじゃん。はい、それですね、木はやってない。木はどこら出てきたの。ちょっと、まるでじゃない。話はつきませんが、はい、ここらでこの番組でね、はい、名物の、はい、セッション大会行ってみたいと思います。よい、今日は大門は誰を締めるかな。たまにはね、誰いきます。今日は、みくちゃんが女の子の気持ちをすごく歌っている歌を歌いたいので、うん、なんか女の子2人でこう純な感じで歌いたいなと。純な感じで、はい、いいね、思います。はい、では行きますか。はい、はい、それでは聴いてください。アイスクリームです、どうぞ。
出前あこぎのコーナーだ、はい、久々ですね。さあ、はい、遠さん、北さんや、はい、今日の出前はどんな感じになるのかな。今回はですね、うん、なんとこのコーナーにもう何枚も何枚も手紙をくれたこの方の熱意に負けました、はいはい、北川さん、これですよ。今回はね、なんと兄さん、人妻です。おお、影山さん、北谷さんはもちろんですが、うん、なんと私、遠藤の大ファン。呼び捨てかよ呼び捨てかよ子供ができてなかなかライブに行く時間がなくて、うん、なくなってしまったんですが、先日やっとの思いで足を運んだ皆さんのライブでも、うん、子供が具合悪く してしまい、途中で救急車を呼ぶことに。あら、ありましたね。ありましたね、はい、あ、私ももちろんですが、何より楽しみにしていた子供がいたたまれません。エンさん、北さんや、はい、今日も、派手に出前を無事かましますか。はぁ、夢追いかけ風に吹かれて、レディーゴー。こんにちは。こんにちは。お母さん、なんと、遠藤ファンということで、ありがとうございます。さっきからあ、寒いのかな。どうだろう、なんかあの、リクエストがありますかね。そうですね、あの子供たちが一番よく馴染んでる、親しんでる幼稚園の演歌などを歌っていただければ。演歌、もうお目が高い、はいはい、頑張っていきましょう。はいはい、私に任せなさい、はい、これが目に入らぬか。あら、坂田演歌ですよ。演歌、すごい、はい、主人になってるんですね。もうやっちゃうよ。もうやりますか、頑張っていくぜ。おー、せーの、もういいかい、もういいよ。皆さん、こんにちは、漫画トリオです。どうもー、こんにちは。はい、今日はこの3人で、はい、あの、はい、ね、ライブの、はい、出前に来ました。よっ、はい、はい、出前わかりますか。そう、出前、へい、お待ちっていうやつね、お蕎麦屋さんみたいな感じで、うん、お蕎麦の代わりに、こうやって歌を持ってきました、はい、短い時間ですけど、はい、みんなと一緒に楽しみたいと思います。イエイ。鳥にもなれる、雲にもなれる。もしかあの子が好きならば、次はね、はい、今日のもうライブの一押し目玉曲、はい、目玉よ。多分ね、みんな知ってんじゃないですかね。知ってますね。
虹ヶ丘幼稚園の演歌。わお、ねえ、ほら、みんな知ってますよ、演歌歌える人。丘の上良い子の夢が膨らんで、楽しいリズムで弾んだら風さん口笛吹き出した。ルルルン幸せ虹が丘、希望が広がる幼稚園。みんなみんな手をつなぎ、元気いっぱい飲みようね。千葉ちゃん、はい、今夜のラストソングは何しましょうか。今日はですね、新曲を歌いたいと思います。新曲楽しい。はい、ですね、11月の27日に発売されるんですけども、はいはい、ウィンターストーリーという曲です。はい、季節物だ。クリスマスソングです。クリスマスソング、クリスマス来ますね。もうそろそろこうね、あの街のイルミネーションとかも多分つく頃なので、ね、一足先になんかこの曲を聴いてクリスマス気分をこう出分けてほしいなと。はい、今日初公開なんです。おお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 テレビご覧の皆さんにも、はい、ハッピーなね、クリスマスプレゼントという感じで、はい、行ってみますか。はい、それではお聴きください。千葉紗栄子さんでウィンターストーリーです。どうぞ。Thank you.
あっという間にお別れの時間が来てしまいました。はや、ちばちゃん今日はどうでした？楽しかった。よっ、歌ってる時の瞳が輝いてて、もう見とれました。優しいな、本当に言ってるよ。さて、もうね、今年一番たくさんこの番組に出てくれた、はい、サイボンですが、今後の野望、野望ですか？そうです、来年も最多出場。おお、メラキングだ。ね、2年連続ね。ダメですかね。ダメ。もう、はい、ということで今夜は、ジョサイコちゃんをゲストに、お送りしました。はい、今夜のアニプロ音楽校はここまでです。またお会いしましょう。さよなら。始まるよ、ストーリー。